砂津停留場は、かつて、福岡県北九州市小倉北草、つい一丁目にあった、西日本鉄道北九州本線の停留場である。本項目では、隣接して設置されていた、砂津車庫についても記述する。九州電気機動本線第一期区間の開通により、開業した北九州線で、最も歴史の古い停留場の一つ。隣接して、 九州電気軌道の本社が置かれ、1942年の西日本鉄道発足後も北九州地区の事業を所管する北九州営業局が置かれた。砂津車庫が停留場北側に隣接し、入出庫線と渡り線があった。南側には営業所と北九州営業局があった。東停留場では電車の入出庫や乗務員交代が行われたほか、創車所から 運行指示が行われ、文字方面からの下り電車に対する行き先、系統指示も行われた。上下線それぞれに乗降場を有していた。安全地帯が設置されていたのは、上り線側のみで、下り線側は路上の白線表示のみだった。下り線側は、電車の系統によって、停車位置を分け、上、富の一丁目よりが、本線経由、 米町よりが戸端、枝高線経由となるよう河川のスパンワイヤーに表示札が取り付けられていた時期もあった。上高場そばの道路端には上下線それぞれに屋根のある待合所があり、下り線側のものは北九州営業局社屋一階前のスペースに設けられていた。上、富の一丁目寄りで砂津車庫への入出庫線が分岐していた。 1911年6月の開通時に開設された車庫で北九州線最大の規模を有していた。工場も併設し、所属車両の日常検査のほか、北九州線と地区放電機鉄道所属車両すべての全般検査を担当した。1987年から職員の発案により、直接制御機のハンドル操作軽減のため、 制御機軸受けにベアリングを組み込む改造を実施することとし、当時在籍していた直接制御車52両前車に対して改造を実施した。改造された制御機は廃止後長崎電気機道と岡山電気機道が購入し活用している。1992年10月25日の北九州本線の砂津黒崎駅前間廃止に伴い当社庫も 廃止となった。残存区間運用車両と蓄区電鉄所属車両のための代替工場設備は黒崎車庫に設置された。当車庫、工場の設備として開業以来のレンガ作りの研修建て屋なども使用されていたが廃止後はすべて撤去された。北九州線の車両検査、修繕体制全般については北九州線車両基地を参照。砂地車庫跡にある。 チャチャタウン、小倉路面上の乗降場については、廃止後は完全に撤去され、残存していない。北側にあった砂津車庫の後には、複合商業施設チャチャタウンオグラが建設された。南側にあった北九州営業局社屋などの後には、砂津バスセンターが設置された。東低流場と登り方の上、富の一丁目との間で、北九州線は小倉浦線。 小倉鉄道線との交差を生じるが、平面交差を避けて立体交差とするため、この区間では北九州線の軌道は道路から南側に外れた新設軌道となり、築堤と橋梁で両線を乗り越えていた。この区間は曲線区間の河川柱が曲線の内側に向けて斜めに検色されていることが特徴であった。 両線の廃線後もこの区間は引き続き新設軌道となっていたが、北九州線の廃止後は橋梁のみならず地区定も切り崩されて撤去され、付近の道路の付け替えが行われた。ありがとうございます。